4月27.28日に行われた、将棋の第81期名人戦七番勝負の第2局は、挑戦者の藤井聡太竜王六冠が渡辺明名人に87手で勝利し、開幕から2連勝を飾った。同対局を現地取材した記者がナンバーウェブに観戦機を寄せた。全2回の2回目前編へ。4月28日、静岡県静岡市の不月老。 第81期名人戦七番勝負の第2局は2日目も均衡を保ったまま午前の時間が過ぎていった。だが昼食休憩の直前藤井聡太竜王が端攻めを仕掛けていきその攻防手で渡辺明名人の有利に傾いたような局面が生まれている50手目の3、4金と力強く出た場面がそれだサッカーに例えるならば守りの要であるセンターバックが最終ラインを大きく飛び出してブロックをしに行く 強気の一手に見えたここで藤井聡太竜王は前に出て成り込むはずの角をたまらず二六角と交代させている次の瞬間今度は渡辺明明名人の桂馬が中盤に跳ねた端攻めを撃退するカウンターを繰り出す格好になり AI による評価値も渡辺明名人にやや形勢が傾いてきていたプロ同士の将棋では後手ついがわずかに不利だと言われている 今回は藤井聡太竜王が先手で渡辺明名人が後手だ。とりわけ先手で圧倒的な勝率を誇る藤井聡太竜王に対戦相手はノーチャンスのまま敗れることも珍しくない。しかし本局は2日目の昼の時点でほぼ互角。アベ間の中継で解説を担当していた中村大治八段は難解な盤面に頭を悩ませながら先手の藤井聡太竜王を相手にここまで拮抗した戦いに持ち込んでいる時点で 渡辺明名人の作戦は大成功ではないかと口にした。僕らは先人たちの技術を見て学んできましたから、今回の取材中にふと思い出した記憶がある。今から5年前の2018年、とある企画で渡辺明名人、当時は器用にインタビューをする機会に恵まれた時のことだ。 当時34歳の渡辺明棋王のタイトル獲得数は20期を数え、歴代棋士の中で、谷川浩司17世名人の27期に次ぐ5位だった、現在の渡辺明名人は通算31期で歴代4位、すでに将棋士に名を残す棋士だった渡辺明棋王は、将棋は先人たちの技術を学び、積み重ねていく世界と述べた。 その言葉が妙に印象に残っていたのである、将棋の世界は技術の積み重ねです。戦後の大棋士、大山康晴先生、中原誠先生、米長国夫先生。上の人たちの技術を見て、下の世代が抜いていった。その積み重ねで、谷川先生や、羽生善治さんが出てきた。僕らは、そういう先人たちの技術を見て、学んできましたから。 二十歳での竜王位獲得以来、トップ棋士として最前線を走り続けていることへの自負を覗かせつつも、いずれ下の世代が迫ってくるであろうこと、さらには抜かれることも、将棋界の宿命として受け入れているように聞こえたのだ。現実的な考え方をする彼らしい言葉だと感じたし、実に正直な人だという印象を受けた。五年前といえば、藤井聡太フィーバーが少し落ち着いてきた時期になる。 驚くべき強さで将棋界を席巻する新時代の天才とのタイトル戦を視野に入れて、こんなことも口にしていた。藤井聡太七段、当時ともいつか対戦するんでしょうね。彼も最初は挑んでいく立場なわけですが、上の世代が粘らないと、勝負として面白くならないですから。ストレートでタイトルをダッシュされましたでは盛り上がらないので、そこの見せ場は作りたいという思いはありますよ。このインタビューの2年後の2020年。 渡辺明は悲願でもあった名人くらいのタイトルを獲得した。個人的な話になるが、欧州サッカーフリークの渡辺明名人とは、数年前からフットサルを通じて交流を持たせてもらっている。2020年の名人位獲得時の夜に、お祝いのラインを送ったところ、数えきれない数の祝福が届いたであろう中、律儀に返信してくれた。 自分には縁がないと思っていたという名人位を獲得した喜びはやはり格別の様子であったそこから現在まで名人位を防衛し棋士として最も充実した時期を過ごす中で迎えた2023年ついに藤井聡太が名人戦の挑戦者として現れたそれも単に勢いに乗る挑戦者ではなく六冠というタイトルホルダーの立場でただ渡辺明名人のかつての言葉を借りれば これは上の世代として粘らなくてはいけない勝負でもある。数年前から予想していたであろう舞台で、名人が盤上に刻む意地をしっかり見届けたいと思った。一時は名人有利に傾きかけるも、勝負の分かれ目は3、3四金と渡辺明名人が力強く前に出て受けた50手目、藤井聡太流用の角を引かせることに成功し、AI による評価値はわずかながら、名人有利に傾きかけていた。 当の名人は仕方のないところかと思ったんですけど、うーん。常に苦労が多い展開かなと思っていましたと、局面を振り返っている。当然ながらまだまだ難解で、見通しに自信はなかったようだ。一方の藤井聡太竜王も読みに誤算が生じたことで、必死にもがいていた。一三角なりの成否が分からず、角を引かざるを得なくなったことで、方針転換を余儀なくされていたのだ。 次の瞬間、攻防地点とは逆サイドの旧筋の歩を進めて、強者を取りに手を伸ばしていき、現地の大盤解説や中継の解説をしていた騎士たちを驚かせている。変幻自在の差し回しに、この辺りから解説陣の読みが当たらない展開が増えていった。夕食休憩が終わると、少しずつ混み合い始めた報道陣の待機場所も、いよいよ慌ただしくなってきた。激しい中盤戦を経て、いよいよ終盤戦に突入していく。 一進一退の攻防が続く中、ついに藤井聡太竜王が一歩前に出る。渡辺明名人の打ったに四行を受けずに、六三構成、さらに二六桂と攻め合いを決断したのだ。名人からすると、二四構を守らせることで主導権を握るはずが、竜王がより強烈なパンチを放ってきたのである。特に六三構成は重いボディブローになった。 に四甲が先手になっていなかったのが五三だったと渡辺明名人は悔やんでいる。七十手目の二五金に対して藤井聡太竜王が一四桂の大手。そして渡辺明名人が三三玉と交わした瞬間、AI の評価値が大きく藤井聡太竜王に傾く。結果的にこの攻めぎ合いが勝負の分かれ目だった。この時点で時刻は十九時に差し掛かろうとしていた。正気を見出した藤井聡太竜王の寄せは鋭かった。 1> 約1時間後の19時51分、渡辺明名人が投了を告げた藤井聡太竜王も楽しそうに、穏やかな時間だった感想戦。終局後のインタビューを終えた後、感想戦が始まった。9時間の持ち時間を使って頭の中で見ていた選択肢を両者が活発にぶつけ合っていく。 いつも通りハキハキと指してを検証する渡辺明名人に対し藤井聡太流用も終局直後のインタビューよりもずっと滑らかにそして何より楽しそうに話す感想戦は1時間ほど続いた時折立会人の青野照一球団や福利会人の佐々木祐気八段も加わって別手順の見解を示すが基本的には二人だけの世界がそこにはある対局上にはどこか穏やかな時間が流れていた 感想戦が終わり、渡辺明名人の丁寧な所作によって躍動していた駒たちが駒箱へと収められていく。名人の手で駒箱が盤の中央に置かれると最後に両者は深々と一礼。終局直後のひりつくような熱気や行き詰まるほどの緊張感はいつの間にか誘拐していた。先に立ち上がった渡辺明名人は報道陣に軽く一礼して対局場を後にしていった。 藤井聡太竜王は関係者から何らかの段取りを伝えられ、もうしばらくこの場に泊まるようだった。廊下ですれ違った青の球団からお疲れ様でしたと声をかけていただく。不月老の美しい庭園に出て橋を渡りながら本館に戻る間、名曲の現場に立ち会えた興奮で少し心が震えている自分がいた。名人戦第2局。 藤井聡太竜王が連勝し、史上最年少名人と史上二人目の七冠達成に、また一歩近づいた。世間が欲しているニュースは、言わずもがな、だろうだが、相対する名人は、渡辺明である。かつて、平成七冠のかかった、羽生善治との竜王戦七番勝負で、三連敗から四連勝という、将棋史上初の大逆転を見せた男だ。上の世代が粘らないと、勝負として面白くならないですから。 筆者の脳裏に、あの日の言葉が蘇ってきた。このままでは決して終わらない。恐ろしいほど逆境に強い名人の巻き返しに期待したい。